ラタトゥイユ作り始めてだいぶ火が通ってきました。今日はラタトゥイユ、これこの後ピーマンとトマトを加えるんですけれども、ゆっくりと炒めてから加えます。そうするとオイルが、香りのいいガーリックオイルがよく染み渡って美味しくなります、という説明までしたら切れちゃった動画。容器の話をちょっと今日は、私が愛用しているのはコッヘルです。キャンプで使いますよね、コッヘル。これもコッヘルなんですよ。ここのとこちょっと外してこうやって持てるようになってるんですね。キャンプ用のコッヘルなんですけど、私はキャンプにあんまり行かないんですけど、これを自宅で愛用しています。これもコッヘルです。普通にこうやってお鍋として使ったりできるんでしょうけど、これは錆びない、酸にも強いチタン製のコッヘルです。こちらはアルミだと思います。アルミにもいいのはいいのあって、メルカリでいろいろ買ったけど、質の悪いのよりはやっぱり本当はいいのがいいね。ちゃんとしたステンレスとか、まあ、がいいと思いますよ。酸のものはこういうコッヘル、アルミのコッヘルに入れると若干中がシミがついて腐食してしまいますので気をつけてください。ただ、私はこのチタン製のコッヘルすごい気に入ってるんですね。島中で3割引きだった昔。今売ってるかな。これに、冷ましたラタトゥイユを入れて保存し、冷蔵庫で保存します。夏場に保存してみると、タッパーウェアでしまってるプラスチックの容器でしまうよりも、本当にね、1週間ぐらい違うと思いますよ、腐るのが。すごく保存力が強いです。だから業務用 の、 こうステンレス容器がものすごく高価だけど、皆さん業務用はステンレス使うっていうのはタッパよりも、保冷力が強いから、保存期間が長くな保てるからだと思います。冷却 機能がすごいやっぱりありますよね。だから私は夏場はいつもこのコッヘルに、ラタトゥイユとか煮物は、ね、入れています。カレーもこの方が持ちます。でもあんまりカレーは保存は良くないな、食べきった方がいいよね。はい、ではラタトゥイユ続けていきます。最後、ピーマン入れます。そして、トマトの水煮缶なんですが、ピーマン、私の自宅では、みんなピーマンは種もヘタも使います。この種もヘタも食べちゃいます。捨てるのはここだけ、これだけです。うちのピーマンはこれ全部食べて、ここだけ捨てます。どうしても硬いヘタだけ。あとはきれいに全部刻んで、野菜の場合全部煮込みでも炒め物でも最近何でもこれで使って食べてます。でしなびてもピーマンいけますので、ぜひラタトゥイユおすすめです。イタリアでは干し野菜があるぐらいですから、絶対これで OK ですよ。色はちょっと悪くなりますけどね、でも気にしません。トマトも入れちゃうし、あと庭からローリエの葉っぱ取ってして乾燥させてあるのを入れようかな。ローリエも 2,3 枚入れると、風味良くなります。これでもうしばらくなじませます。ナスにも油が回ってきました。ナスが油を吸うっていうのは結構大事で、ちゃんと油を吸ったナスがその後にトマトのジュースを吸うことによってナスもとっても美味しくなります。だからラタトゥイユ作るときは結構この炒め作業を丁寧にやります。これでいいかな。こんな感じですね。トマトなんですけど、私は
ホールトマトを好んで使います。なんかカットトマトよりなんかホールトマトの方が旨味がなんかギュギュってなってる気がして、ついこれを愛用しています。みじん切りなんかしませんよ。こうやって包丁でザクザクとホールトマトにこう包丁入れてきます。包丁ところどころこのね皮が残ってるのがねまたご愛嬌なんですよね。ホールトマトなんか皮のあたりにもねやっぱり旨味があるし、トマトソースを作るときにはアクもごちそうって聞いたことがありますよ、イタリア人から。はい、ホールトマト入れます。綺麗に取れたかな。ほらこんな感じです。なんかねとろみがねあのカットトマトよりねなんかとろみとか濃厚な気がして、私はついこっちを使ってしまいます。あともう一回入れましょうね。水は入れません。これで大丈夫です。まだまだ水が出てきます。でトマトがあんまり酸味が強すぎて嫌いだったら、まあ、これでもいいんですよ。これでもいいんです。でも私の場合はもう一缶欲しいな。そしてあとは岩塩です。お気に入りの岩塩を塊で買ってきて、すり鉢ですりつぶしてブレンドしてます。これはピンク と,、ホワイトピンク岩塩とレッド岩塩かな、赤黒いのとピンク色と薄ピンクと3種類買いました。でそれをあの自分で混ぜるんですね、好みで。ゆで卵なんかにはあの赤黒い硫黄の匂いプンプンのだけでゆで卵をつけて食べたりするともう完璧。あの箱根 の, あの温泉卵、黒卵、目を閉じて食べるとあの黒卵の味になります。硫黄があのすごくたくさん含まれてるあの岩塩なので。よし、これで塩味は、ゆっくり味付けが濃すぎないように見ながら煮込んでいきます。トマトもう一缶かな。よいしょ、もう一つ入れます。マジもったないっていうぐらいの思う人は少しお水で洗ってもいいですかね。缶私は洗うタイプです。ほんの少しお水入れて洗って入れます。缶に残ってるソースって結構あるんですよ、トマトもったないんですよ。でこういうのちゃんときれいにちょっとお水入れて揺すってこうやってやると、これさっき2缶分なんですけど排水も汚れないしね。ほらこんな感じで真っ白。よし、潰し残しはこうやってヘラでやってもよく潰れます。さてとこれでコト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 と煮ようかな。あっという間に野菜からの水分もお塩入れた段階で出てきました。ここでコンソメのような下味をつけたり、あと茅野屋さんの野菜だしあれなんか入れちゃうと多分あのレストラン風なのかな、分からんけど、あれももらい物があるときは入れますけど、今日はないのでこのままにします。我が家のローリエです。枝ごと花瓶に刺してドライになってます、裏の玄関で。でここを使うときなんですが、綺麗でしょ、ここを使うときなんですが、葉っぱに切り込み入れます。指でちょっと切り込みをギシギシと入れます。これだけで香りの出方が良くなります。はい、これをとこういうふうに、はい、ローリエも入れました。それで蓋をして
とろ火で、まあ、20分ぐらいですかね。煮て出来上がりです。冷やして食べると最高です。